この回は清宮幸太郎から。これはうまく打ちましたよ。ライトへの強い打球になっている。これもどうですか、伸びてエレスゴーン、入りました。今シーズン第3号、清宮幸太郎、天性のスラッガー。今最後飛んだ、泳いでませんでした。ストレートだったんですけど、泳いでいきましたよね。それで入りましたね。見事な一発。さあファイターズ一発攻勢となっています。今日2本目のホームラン、ストレートをちょっとこういった形。そうですね、いやキャッチャーとバッテリーとしてみればね、なんだよ今のって感じになると思いますよ。やはりボールを飛ばす能力というのは鶴岡さん再認識されました。そうですね、当たった時の角度とかね、飛ばす能力はね、本当に素晴らしいものがあるなと思いましたね。さあ4回の裏は、この回は6番の清宮幸太郎からということになります。先ほど、さあ今度は自信を胸に迎える2打席目。ストレート来た。もうこれもライトに強い打球だぞ。伸びてエレスガーン、バックトゥーバック、清宮幸太郎2打席連続同点弾としました。いやこれもアーティストのような打球でしたね。これまっすぐしっかりと狙ってしっかりとね角度つけたね、このスイング素晴らしいですね。今スリーワンから鶴岡さん素直にストレートでしたね。はい、もうバッテリーとしても、はい、このストレート絶対詰まらすってね形で投げたと思うんですよ。それをしっかり弾き返しましたよね。2打席連続弾となりました第4号です。さあバックトゥーバックでいよいよ清宮も本格稼働してくるか。